ちは。今ゴールデンウィークなので私たちは今日新宿に来てます。はい、今から新宿のいろんなところで見てみたいと思っております。一番最初はゴールデン街に行こうと思ってます。はい、行きましょう。行きましょう。母ちゃん、なんかインドのあのこのバングルとこのピアスしてますね。かわいい。じゃあ行こうね。ここからゴールデン街まであと何分かかんの？あと2、3分。2、3分かかんの？あー、2、3分しかかかんない。新宿は相変わらず騒がしいよね。まあ騒がしいところと騒がしくないところもいっぱいあるんだけど、ほぼそういうところが多いっていう感じなんだよね。まあそれは僕の考えはそうなんだけど、みんな多分それぞれ違うと思うんですよね。あ、ここめっちゃ有名な歌舞伎町があります。まあ今すぐここに入らないと思うんですけど、ゴールデン街を見てきたら歌舞伎町にも行ってみたいと思ってます。今日一日楽しいことばっかりですよ。そのポイント、そう、日差しがめっちゃきつくて暑かったんでちょっとカーディガン脱いじゃった。私は暑ないの？私まだ大丈夫。私めっちゃ汗かいてた。私たちがゴールデン街に到着しましたので、はい、今からはゴールデン街を楽しんで、なんか飲み、まあ、そう、飲みたいね。そうだよね。これいいなぁ、なんかボロボロのビルは。ちょっと日本でも珍しいよ。夜に来ればよかったなって今思ってんだけど、まだ夜じゃないんですよね。うん、他うちもそう思う。僕はちょっと夜に来ればよかったよね。うん、そうだよ。うん、じゃあとりあえずあの神社とか見てこようか。じゃあそうしましょう。ゴールデン街に来ても意味なかったっていうふうにちょっと思ってるんだけど、それはなんでかというと今夜じゃないからね。でここはまあ夜には一番盛り上がるところなんだし、まだ閉店されてる店が多いし、だからもうちょっと夜に来れば楽しめるんじゃないかなって今思ってるんで夜に来ます。今は神社に行こうと思ってます。10円玉です。まあ普通は5円玉を投げるんですけど、今から、まあ、僕は5円玉を持ってないんで10円玉であのお祈りしてきます。食べに行こう。これずっと腹減ってたんですけど我慢してて写真撮ってました。今からココナッツ、すごくなんか有名なラーメン屋に行ってみたいと思ってます。なんか外国人がいっぱい並んでたんで、でここでココなんで並んでるんですかっていうふうなことを聞いたら、ここはラーメン屋があるよっていうふうに言われて、それはさ、SNS でめっちゃ流行ってた店なんだと思うんですけど、 Twitter とかでね、でみんなそれを見てこっちに来てるみたい。だから私たちもついでにそっち行こうかなと今考えてます。私たちは自分の番を待ってたんですけど、ここにいる2人の外国人の友達を作りました。 We made two friends。 Hi. Hi. He's from Spain and she's from US.
Hello. Hola. 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 They're very kind, actually. And now we are about to eat ramen. どう？美味しい？よかったね。よかった。美味しい。よかった。さっき会った外国人の友達は現金持ってなかったんで、Guys, we don't have cash みたいな感じで来て、で私たちはお金を貸してあげました。で今あの ATM でお金を下ろしてるところです。下ろしたらまた戻す、まあ私たちにも戻してくれるみたいな感じなんですけど、まあでも結構優しい人たちだよね。うん。めっちゃ。さっき会った外国人の友達とバイバイしました。すごくいい人たちだったよねそう、今からどこに行く？そうだね、バッティングセンターかな。バッティングセンターはやめろ。じゃどこでもできるもんじゃないか、バッティングセンターは。ここ何？ドンキだよ。え、ドンキたちがいるのはドンキなんだけど、私たちがよく行くドンキとはちょっとグッズが違うよね。ねえ、かわちゃん。違う。ここはね、新宿にあるから新宿っぽいドンキっていう感じなんです。すごいもの売ってる。ほらこれとかこれとかこれとか。これなんじゃこりゃ。ガチにプレゼントしようかな。いらねえ。いらねえの。せっかくプレゼントしようと思ったのに。じゃあそれが好きじゃなければこれにする。ジャパンって書いてあるよ。嫌なの？今から歌舞伎町に行ってみたいと思います。まあ、前も歌舞伎町から行ってきたと思うんですけど、でもそれはなんかこうちゃんと入り口から入ったわけではなかったんだから、あのこっちから多分入っちゃったと思うんですよね。だから今はここから一回入ってみたいと思います。だからどこ行ってますか？東京ミステリーサーカス。そこで何ができるの？東京ミステリーサーカスでは何ができますか？ゲームがいろいろあるみたいです。え、ゲームあるの？へえ、ね。東京ミステリーサーカスっていうところ、ここ行きたかったんだ。初めて行くんだけど。え、初めてなの？へえ。そっか。こういうもので、はい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 、解いて、はい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 、脱出するらしい。なんか時間かかるゲームやな。俺が思ったのと全く違うゲームやけど。ドクターストローン、え、ドクターストーンのゲームもあるし、なんか怖いやつもありみたい、ありそうだよね。ちゃんが行きたかったゲームは1人4000以上だったから残念ながらこれ高すぎるからさ、戻ってきました。残念だったね、ベビー。ニキル笑ってたけどね。だってまあ僕は別に行っても行かなくてもいいっていう感じだったし、母ちゃんが私が出すよってめっちゃかっこよくつけて行ったんだけど、4000になりますって言って、1ゲームそれぐらいかかると思わないそうだよね。まあそうだよね、確かに。でも結構おもろかったみたいなんだけど、まあ、まあまあまた今度行けるから。ありがとうニキル、その時ニキルがおごってくれる。そんなこと言ってないですけどね。
ちょっと今歌舞伎町タワーに行ってみようと思ってます。何があるのか分かんないですけど、まあ、とりあえず行ってみましょう。Love is moving. Stay a minute, another minute. Hold on a second. I love this moment.